歴史と文化に彩られた都市、熊本市。平成28年、熊本地震で大きく傷ついたこの都市にある文化施設の今をお伝えします。熊本市東区縫山津にある横井庄南記念館。幕末維新の思想家として知られる横井庄南についての資料を展示しています。横井庄南は文化6年1809年8月13日に肥後藩士横井時直の次男として内坪井に生まれました。肥後藩の藩校である自習館に学び、藩命により江戸へ留学するほどの優秀な人材でした。実践を重んじ、時代に合った道徳的な政治の実現を目指す実学の立場から藩政改革を主張します。この庄南の思想を高く評価したのが福井藩です。福井藩は安政5年1858年以来、将兵により庄南を4度も福井に招きます。また福井藩主松平春嶽の政治顧問として重用しました。そして安政2年1855年、庄南は縫山津に家塾知事権を開きます。多くの門弟の育成に尽力し、坂本龍馬や五箇条の御正門を起草した由利君政、教育直後の起草に尽力した元田長実、大日本帝国憲法の草案を作った井上小鷲らもこの知事権を訪れたと言われています。知事権といいますのは、横井庄南がここに居を構えた時にこの地から春夏秋冬四季が一望に見えるということで知事権という名前をつけております。この知事権というのは、横井庄南が熊本市内からこちらに転居した時に建てられた自宅兼宿舎でもあったと言われています。ここに坂本龍馬も3回訪れ、日本の将来について語り合った場所としても有名な場所です。で、平成28年の熊本地震で全壊をいたしまして、現在部材はこの奥の駐車場に格納されて、2020年度末を目安に伝統工法でまた再建される予定になっています。文久2年1862年、松平春嶽が幕府政治総裁となります。庄南は春嶽の要望により国是7か条を作成し、幕政改革に参画します。そして維新後、維新政府の参与に任ぜられましたが、明治2年1869年1月5日、京都で攘夷論者の狂人に倒れました。記念館には襲撃の際、庄南が自分の身を守るために用いたという刀を展示しています。横井庄南に関する数多くの貴重な資料を展示している記念館。この記念館も平成28年熊本地震で大きな被害を受けました。地震後にですね、屋根瓦が落ちてしまってですね、雨漏れも館内に起きたような状況でした。その後文化振興課のご協力も得て、廃会というか吹き替えが終わってですね、そういった被害は今のところありません。横井庄南記念館ではですね、庄南を中心にしながら幕末から維新にかけての歴史的背景をですね、元に展示をしております。まずは横井庄南の人となり、それと交友関係、あと人物事って言われるように出来事を中心にしながら横井庄南の魅力的な部分を展示しております。
これはですね、京都と熊本城下のこう模型といいましょうか、まあ、湘南ゆかりの場所であったり生誕の地であったり、まあ、歴史をたどる様子がこうきちんとこうはめられているといいましょうか、展示されている場所です。京都御所であったり、その時代背景の中に福井藩邸跡があったり肥後藩邸があったりですね、まあ、そういった位置的な関係というのもありますし、まあ、ちょうど幕末の京都がこう分かるような図になっています。湘南が愛用した品々っていうことで、ここに、お酒関係のものがあります。湘南というのは生涯お酒で失敗したことが何回かありますけれども、ここにありますのは横井家の子孫であります横井和子さんがこう所蔵されています。四方平氏とっくりですよね。それとこれこちらの方は杯ですが、これは徳富祖父ろ過のお父さんの父の地に送った杯の九谷焼きですね。これは、これは国税七条という日本の幕末から明治にかけてのこう提案をしたものです。で、素案には9つあるわけですね。2つを削ったのは、金銀銅座を廃し貨幣を公にするというのと天下の均衡を開くというのを削ってあります。まあ、時期相応ということで、9つから2つ減らして7つにしたのではないかというふうに考えられます。この国税七条が元になって、坂本龍馬の船中八策であったり、五箇条の御誓文というところにつながっていく大事な部分になります。これは地染めの羽織になります。湘南が暗殺され首を切られますけれども、犯人がその首を持って、逃亡するんですよね。弟子たちがそれを追いかけていって、その首を取り返しこの羽織で、くるまって持って帰ったと言われるものです。まあ、当時はこれには血がついてたんだろうと思うんですけど、今はちょっとですね、少し残っているような部分があります。今年は湘南の生誕210年没後150年の記念の年にあたります。震災から立ち直り再び郷土の偉人について学べる環境が整った横井湘南記念館へぜひお越しください。